おはようございます。すがすがしい朝です。今日はバードウォッチングからスタートします。友達が来てます。友達と一緒にやります。はい、いつもの太白自然観察の森をスタートします。今日はどんな、鳥に会えるか。涼しいな。なんかこの間は太陽がいいなって思ったけど、あ、どっちから行く？だんだん暑くなってきて、今日みたいに初夏、もう夏って感じだと、かえってこういう木陰が涼しくていいな。この間雨上がりだったからな、なんか乾いたところを求めて歩いてたけど、この辺はなんか雨降っちゃうとジメジメっとしちゃうからな。結構この辺の周りの人は散歩に来てますね。あとカメラこの間持った方結構いたな。あ、今日はすがすがしいな。朝散歩です。この吾妻屋とこの緑がすごい綺麗なんですよね。これがすごい好き。あれ、最近雨降ったのかな。随分湿っぽいね。朝露かな。くるみがありました。すごいね。とうとう桑の実が終わってしまいました。ちょうど1ヶ月ぐらいかな。楽しめました。カメムシ発見。これなんだろう、サイカチっぽいけどね。昔石鹸になったんだよね。あ、違うな、こんなでかくねえな。違うな、なんだろう。すごい綺麗な道です。あ、あそこ鳥いたな。結構大きめの鳥だけど。目の前ですか？海が見える方角が開けてる。太白山がよく見えるとこ来ました。道発見。木の道で良かったんで、池じゃない方。あ、なるほど。うん、池はこっちだね。池の道。なんか造園屋みたいなのに出ちゃうんだよね。イタチの糞かな。なんかこれ鳥の、あ、じゃねえ、クワの実みたいなの食べてるよね。なんかあんまり鳥の気配がなかったね。さっきキビタキいたぐらいで鳴き声が。太白山が綺麗だね。オスとメスでやっぱ色があれなんですかね。茶色。さあ、そろそろ下ってます。さあ、小1時間の散歩終わります。あんまりこう鳥はいなかったけどとりあえず散策できたからね。鳥難しいね、こう写真に撮ったりするの。探すのが鳴き声の近くにいる。なかなか鳥は難しい。ああ、鳴き声。鳴き声はするけどね。あとここでじっと待ってるかどうかっていう選択。はい、下に降りてきました。最後吾妻屋でちょっと10分ぐらい休憩して、お友達とは別れます。とりあえずね、
これで朝の部の散歩の動画は終了したいと思います。またね、今日時間あるから、他の動画を撮るかもしれませんが、以上になります。また次の動画でお会いしましょう。